どうも、皆さん。今回は岡田真理さんについての動画だよ。以前、山田直子さんのことを特集したりもしましたね。去年、岡田真理監督の最新作であるアリスとテレスの幻工場が公開されて、今年は、触れるという映画でも脚本を手掛けるんだ。大人気やな、岡田真理さん。この機会に、岡田真理さんってどういう人なのか、脚本家として、そして監督としてどうなのかってのを考えていく動画になってるよ。なるほど。あ、私気づいちゃいましたよ。え、これ実はアリスとテレスと幻工場が公開された時に動画にしようと思ってた動画の脚本やろ。聞く。1年近く寝かせないでくださいよ。まあそれは置いておいて、岡田真理さんは1998年頃からアニメの脚本をやってて、2006年はささみ魔法少女クラブのストーリー構成を手掛けたんだ。懐かしいな、天地無用のスピンオフ作品やったよな。うん、ただこの頃は今感じるような岡田真理らしさみたいなのは感じないんだ。良くも悪くも無難な脚本家、シリーズ構成の人って認識だった。あまり尖った要素はなかったんやな。頭角を現したのはやっぱりトレドラだと思うんだ。懐かしいわ、 OP とか ED とか未だに口ずさんどるで。当時はまだアニメの改編とかが許されてる時期でもあったから、アニメでも細かい部分で原作から改編されてる部分があるんだ。そのあたりで岡田真理さんらしさが出てたんやな。うん、特にトレドラは親子の問題を描いている部分もあったんだ。ああ、リュウジはシングルマザーの家庭やし、タイガも家族との折り合いが悪くて一人暮らししとったな。岡田真理さんの根本にあるのはここだと思うんだ。親子愛、そして母や父といったものに対する思いがかなり際立って描かれてる脚本がすごく多くて、そんな彼女の特徴とトラドラという作品が見事にマッチしたからこそ、トラドラという作品は名作になったんだと思う。確かに最新作でも親子を描いとったな。10代の少年少女がメインキャラではあるんだけど、そこに必ずと言っていいほど大人である親との問題が描かれる。これは岡田真理さんが初めて監督を務めたさよならの朝に約束の花を飾ろうでもそう感じたんだ。あれはまさに親子の物語やったな。母親は歳を取らない存在で、そんな母親が人間の子供と親子になる、徐々に成長する息子と変わらない母、すごい母ってものを感じる作品やったな。人間である以上、親は現代において必ず存在する。親の顔も知らないという人も中にはいるかもしれないけど、そういう人でも親という要素は人類皆多かれ少なかれ自らの人生に関わってくる存在で、そこを描いているのが岡田真理さんらしさの一つだとも思うんだ。普遍的な誰しもが必ず関わりのある要素を掘り下げる人なんやな。そんな岡田真理さんが原作脚本を務めた「あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らない」は、作品の人気もそうだけど、岡田真理という脚本家の知名度を一気に上げたものだったね。この作品で岡田真理さんの名前知った人も多かったかもしれへんな。あ、そういえばこの作品でもメンマのお母さんが話に絡んできとったな。そういう特徴はありつつも、あの花でもう一つの岡田真理らしさを感じることができるんだ。ほう、それが生々しさを感じるレベルの心理描写なんだよね。生々しさ、10代の少年少女の青春模様、そんな世界観の中で描かれる一人一人の心理描写やキャラクター描写が岡田真理らしさを感じる部分があるんだ。ああ、確かになんか生っぽい感じあるな。こう言ってしまうと最近は差別的な言葉になってしまうのかもしれないけど、岡田真理という女性だからこその視点があると思うんだよね。なるほど、男性視点と女性視点での違いってことですか。女性の視点だからこそ、男性の視点とは違った角度で殴り込まれる心理描写がえげつないんだよね。確かにそうやな。あの花とかの一人一人の掘り下げも女性らしいって言えばそんな感じあるわ。なんというか、男性だと描かないような心理だったり要素が多いんだよね。女性キャラクターに子供の頃のあだ名とはいえ、アナルなんてつけないでしょ。くさ、女子の下ネタはえぐいってやつやな。下ネタ、性の描写も生々しいんだよね。荒ぶる季節の乙女どもよ。では原作も手掛けてるんだけど、これまた生々しい10代の性事情が描かれてて、これも女性だからこその視点と角度でえげつなく掘り下げてる印象があるんだ。男性の下ネタと女性の下ネタでは確かにニュアンスが違いますよね。男性の場合っていつまでも小学5年生のような下ネタで笑ってますけど、女性の場合はそこから一歩進んだ生々しい下ネタを言う人も多いですし、男性の場合はケツの穴確定な暗いんだけど、女性の場合はそこに塩すら塗り込むようなエグさがある。特に岡田真理さんの場合はタバスコを練り込むような下ネタなんだよね。正直えげつないと感じる部分があるんだ。下品とはまたちゃうよな。まさにえぐいって感じの表現や、そういう10代の少年少女の生々しい性描写や心理描写が岡田真理さんの特徴でもあるんだ。男性の脚本家では描かないようなシーン、思いつかないようなセリフを盛り込んどる印象やな。そんな心理描写を爆発させることが岡田真理さんの特徴でもある。爆発？大人だったら
心に秘めたままで口に出さない。だけど10代の少年少女だからこそ、心に留めておけず思わず、自らの思いを、感情を口に出してしまう。そんな感情の爆発が、セリフのトゲトゲしさや、時に暴力にさえつながるんだ。ああ、ドラドラでは殴り合いまでしてましたよね。言葉では、通じないからこそ手が出る。それは、大人ならしちゃいけないことだけど、10代なら思わずしてしまうことでもあるんだよね。理性のブレーキが働かない年齢やからな。他の脚本家なら、そこまでは言わせない。そう感じるほど、岡田真理さんの脚本のセリフは、キャラクターの中にある感情を吐き切るようなセリフ回しなんだよ。胃液まで飛び出るほどの感情の発露が、岡田真理さんの脚本の特徴かもしれへんな。本来は、包み隠してしまう部分を岡田真理という脚本家は、あえてさらけ出すことで、キャラクターそのものが持つ特徴や、本質を描こうとしてるんだと思うんだ。だからこそ、泣きわめき、叫ぶシーンが多い。そうすると生々しさも生まれますし、極端な感情表現もあって、時には暴力もあってって感じで好みが分かれるんよな。その部分だけじゃなくて、さらけ出した後の片付け方がどうしてもいわゆるお涙頂戴的なものになってたりして、そこは好みが分かれるところでもあるんだよね。生々しくさらけ出して、その解決方法があっさりというか、ご都合主義というか、そこまでさらけ出したんならもっとこじれてもおかしくないやろみたいなことはありますね。まあそれはあくまでアニメ創作物でエンタメだからこそ、さすがにこじらせすぎると解決できなくなるから難しいんだろうけどね。本当はもっとドロドロとしたものを描きたいのかもしれへんな。監督としてはとにかく自分の描きたいことを盛り込んでる。一作目のさよならの朝に約束の花を飾ろうも、アリスとテレスの幻工場も、どちらも親子というものを描いてたし、二作目ではかなりセクシーなシーンも盛り込んでたんだ。アリスとテレスの幻工場はセクシーなシーンが悪い意味で話題になったりもしてましたよね。さよならの朝に約束の花を飾ろうは個人的には引っかかる部分も多かったんだけど、親になった人なら刺さるだろうなと感じる部分もあったんだ。リュウさんは母になった人に勧めてましたよね。2作目のアリスとテレスの幻工場はマッパ制作ってこともあって、作画のクオリティもえげつなかった。だからこそセクシーなシーンも露骨に目立ってたんだけど、個人的には2作目の方が好きなんだ。ほう。SF 要素もあるし、それを紐解いていく面白さもある。岡田真理さんらしい親子の描き方や、10代の少年少女の心理描写を日々という形で表したのもすごいなと感じたんだ。作家性はすごいんよな。でも、やっぱり脚本家として描きたいことが強烈に出ちゃってる印象なんだ。ああ、やっぱりそこですか。アニメーションという表現において、岡田真理らしさというのを、1作目でも2作目でも、個人的にはあんまりつかみきれなくて、岡田真理さんはあくまでも脚本家なんだなって印象は拭えないんだよね。細田監督とか新海誠監督みたいなアニメーションの表現のらしさは感じなかったわけですか。名前が出ちゃったってのもあるんだけど、岡田真理さんの脚本で細田監督だったら面白そうだなと思う部分もあるんだ。ああ、細田監督は最初の頃は絶賛される映画も多かったですけど、自分が脚本をやるようになってからちょっと評判悪くなりましたよね。細田監督も家族や親子の物語を描く傾向にあるし、岡田真理脚本と相性が良さそうにも感じるんだよね。方向性は違う感じで水と油にも思えますけど、下手したらそこに火がついてとんでもない爆発を生み出すかもしれへんな。女性監督として注目されてるし、今はいろいろなアニメ映画も生まれて、業界としても第二の新海誠監督を探してる部分はあると思う。ポストジブリはええ加減諦めたかもしれへんな。岡田真理さんや山田直子さん、女性監督の作品ももっと注目してほしいところだよね。そういえば今年の夏は山田直子監督のオリジナル映画もありましたよね。秋は岡田真理脚本の映画、夏は山田直子監督の映画、どっちもめっちゃ気になるな。秋の岡田真理脚本の触れるは、監督は永井達之さんで、キャラクターデザインは田中正義さんっていう、あの花からの黄金トリオだし、よっぽどのことがない限り外すってことはないと思うんだ。あの花を楽しんだ世代なら足を運びたくなる作品やな。今のところ岡田真理さんの監督としての3作品目の制作予定は発表されてないんだけど、1作目2作目とだんだん宣伝されてきた感じがあるから、個人的には3作品目も見てみたいところだね。ほなまた次回